ベジータ、やっぱそうだった。カカロット。ベジータ、黙ってこいつを右の耳につけて、オラと合体してくれ。断る。なぜ俺が貴様なんかと。これしかねえんだよ、魔人ブーに勝つにはさ。貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。こだわってる場合じゃねえ。な、終わっちまうんだぞ、何もかも。気に入らんのだ。この前貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。そんな奴と合体なんかできるか。悪かった。あれは変身していられる時間が限られてたんだ。もしもの時のために。言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。舐められたもんだぜ。じゃあこのことも知ってっか。みんなブーに食われちまったんだぞ。ブルマもトランクスもだ。ブーが近づいてきている。頼む、助けてんだろ、みんなのことを。よくせ、早く。見つけたぞ。ジータ、よくがこの合体は一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえ。いいな。なんだと。くそ、こんなギリギリで言いやがって。いいんだろう、これで。サンキュー、ベジータ。何が起きた。よっしゃ。最強ライバルの共闘、吸収進化する魔人ブーを倒せ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらにこいつがスーパーベジータ。おお、大したもんだな。来いよ。意気がるなよ。本気でやってほしいな。さまなんぞに。よっしゃ。ほら、そら、本物になるぞ。はっはっはっ。本気でやってこのざまだ。どうした、みっともないぜ。余裕だろ。本気でやりたい。余裕だろ。ギギギギ、しびれが。無駄なんだよ、俺に勝とう。貴様なんかがどう頑張ったって。余裕だ。本物になるぞ。余裕だぜ。もっと本気でやってほしいな。
なめやがって。これからだぞ。もっと本気を出させてほしいもんだな。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。1 2 3 4。ぐー、何やってるんだ。早く気づけ。ここまで追い詰められたらすることはたった一つしかないだろう。こうなったらあいつを吸収するしか。だがどうやって。そうださっきあいつにちぎられたあれを使って。7 8。やっと気づいたか。そのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだ。よし、やつは油断している。9。さて、果たしてうまくいくか。10。よし、ファイヤー。はあ、やったぞ。なんてことだ。吸収されてしまった。終わった。いや、わからんぞ。え、ちょっと変だとは思わんか。奴はこれまで戦士を吸収するためにパワーをアップし姿を変えてきた。じゃが今回は変わっていない。どういうことですか。もしわざと魔人ブーに吸収されたとしたら、あやつ大したもんじゃ。無敵となった記念に消してやるぞ。こんな星。ブーの様子が変ですよ。やはりそうじゃ。あやつは吸収された仲間を救いに行ったんじゃ。なだ、何これは、まさか。いた。隠れろ。
姿が元に戻っている。一体やった、みんな元に戻ったぞ。とりあえずこいつらを隠せ。ブーはまだ気づいていない。よし、すぐにブーのところに戻るぞ。おい、ブーの様子がおかしいんじゃねえか。じゃねえか。そんなまさか戻ってる。戻ってる、どういうことじゃ。ビビディの作り出した魔人ブーは邪悪そのもので、ビビディ本人の手にも負えない失敗作だったのですが、温和な大海王神様を吸収することでなんとかコントロールできるようになったのです。ということはじゃ、今のあの小さな魔人ブーは最初の一番厄介なやつじゃと。はい、吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった。自制心が全くない悪そのものの存在に。なんだあれ。いきなり地球をぶっ飛ばそうとしやがった。ふざけやがって。おいブー、この星をぶっ飛ばすのは貴様の勝手だがな、俺たちと戦ってからにしたらどうだ。ギー、あんなの跳ね返せねえぞ。ベジータこっちだ、みんなと瞬間移動する。はっ、捕まれ。ダメだ、間に合わねえ。この一瞬じゃ瞬間移動できねえ。おい、間に合ったか。ほらたちは間に合ったか。地球やご飯たちは。カカロット、貴様なんでこんな奴らを先に助けやがった。あの地球は消えてしもうたよ。コッパみじんじゃ。地球が消えたって。何を言ってるんだ。あるじゃないか、ここに。あ、そうか、やっとわかった。こいつは夢なんだ。
ははそうだ夢だよ夢カカロット貴様はあんなバカの代わりにせっかく助けた仲間を見殺しにしやがったんだぞもう地球も死んだ連中も二度と戻れない頼みの綱のドラゴンボールも地球と共に消えてしまったんだな、何？ドラゴンボール？なんで地球にドラゴンボールがあったんじゃ？あれは真面目なナメック星人だけに許されたいわば反則技みたいなもんじゃぞそうだ僕の故郷のナメック星に行けば新しい最長老様がきっとまたドラゴンボールを作ってると思いますよ戻れますよ地球もブーに殺されたみんなもナメック星ですか私ならこの海王深海と下界の星々との間を瞬間移動ならできますよいざやったあご覧なさい粉々になった魔人ブーが元に戻りますよあおいお前のポタラを悟空たちにやるんじゃもう一度合体すればあんなの楽勝じゃろはいいやそいつはもういいよえやっぱそいつはさ俺たち向きじゃねえんだ自分一人の力だけで戦えてんだあいつももう合体してねえんだしよく言ったなカカロットそれこそがサイヤ人だなんであいつがここへあの野郎さっきの瞬間移動を見てあんな一瞬で技を真似やがったなまあいいどっちにしてもやるんだここで終わらせてやる頼むみんなを連れてどっかの星へ行っててくれはいくそしょうがない奴らじゃこの海王深海は滅多なことでは壊れません思いっきりやれ頑張ってあ、しまったあのサタンとかいう人間を忘れてきてしまいました構わん、ほっとけよしどっちから行く決めようぜじゃんけんポンよっしゃーイエーイこの目で見せてもらうぞスーパーサイヤ人3というのあ、行くぞブーんあ、寝てやがるやろう、舐めやがってSHUT UP!
変な野郎だこいつ。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守るべきものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。だがカカロット、お前は違った。
勝つために戦うんじゃない、絶対負けないために、限界を極め続けるために戦うんだ。だから相手の命を絶つことにはこだわりはしない。お前はついにこの俺を殺すことはしなかった。頭に来るぜ、戦いが大好きな優しいサイヤ人なんてよ。バキャロー、こっちは本場のカメハメハだ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。あの野郎、体力を減らしやがらねえ。カカロット、俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。ああ、ただなかなかチャンスがねえんだ。一分間ぐらい気をためねえとブーには勝てねえ。一分間だな。一分間俺がなんとか奴を食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。一分かかるんだぞ。だったら早くしろ。わかった。切り札はみんなの元気玉、孫悟空最後の一撃。ふうか、おめえは今死んでる状態だ。もう一度死んだらどうなるのか知ってるか。この世からもあの世からもおめえは存在しなくなる。死ぬなよベジータ。大きなお世話だ。よし行くか。たお、しやがれ。あれれれれれ。
しやがれ。ブーは消せねえ。ブー！黙って見てたらいい気になりおって、この全世界格闘技チャンピオンのミスターサタン様が成敗してくれる。決まった。夢なのが惜しいぐらい激しく決まった。やっぱし夢でも怖い。ガーッ、ん？あ、ごはははお、あ、ん、うん、うん、い、ぶ、ぶー、あー、どうしたことじゃ、こいつは。あの太っちょの魔人ブーはミスターサタンと仲が良かった。そのブーが体の中にいたから拒否反応でサタンを攻撃できなかったのです。それでそいつを体外に吐き出したわけか。まあでもサタンとやらがやられても特に影響はないけど。そうですね。お前嫌いだ。サタンいじめるな。ブー、しゃカカロット、今のうちだぞ。まだか。まだ気はたまらんのか。そんな。バカ野郎。貴様、気をためるどころか、普通に戻っちまいやがって。ちくしょう。死んでた時は全然へっちゃらだったのに。やっぱし生身でスーパーサイヤ人3になるとやたら気を食っちまうらしい。まいったな。さすがにまいった。海王神たち、デンデ、あの玉でこの状況を見てやがるんだろう。聞こえるか、この俺の声が。聞こえたら返事をしやがれ。え、ああ聞こえとるが。よし、じゃあ今すぐ復活したナメック星に行ってドラゴンボールをかき集めてこい。あの一体どう。ガタガタ言わずにさっさとしろ。間に合わなくなるぞ。わかりました。ベジータどうすんだよ。まだ早いぜ、ドラゴンボールを使うわ。カカロット、貴様今まで何度地球を救った。なんだよ急に。さあな、何度ぐらいだったかな。たまには地球の奴らにも責任を取らせてやるんだ。デンデ、待っておったぞ。え、これはこれは、海王神様もようこそいらっしゃいました。みんな、事情はすべてわかっております。さあ急ぎましょう。ありがとう。
子全部集まってます。そうか、早速ナメック星のポルンガを呼び出してくれ。叶えてほしい願いは2つ。まず破壊された地球を元通りに戻してほしいこと。次にあの天下一武道会のあった日から死んだもの全てを、極悪人を除いて生き返らせてほしいこと。この2つだ。今すぐですか？あの3つ目の願いは？さっきの2つ以外はどうでもいい。今すぐだ。ベジータ、2つ目の願いさ、ブーに殺されたやつを生き返らせてくれって言った方が分かりやすいんじゃねえか？バカめ、バビディやダーブラとかまで生き返ってしまうぞ。それに、それでは武道会場で俺に殺された連中は生き返れない。おめえ、結構考えてんだな。ダメだ。このポルンガの願いで生き返られるのはたった一人だけでした。その心配は無用じゃ。フリーザのことがあってから、私はポルンガの願いをパワーアップさせておいた。それじゃあ、何人でも？大丈夫だそうです！よかった。さあ、始めてくれ。タッカラプトポッポルンガプピリットパロー！さあ、願いを言うがいい。どんな願いも3つだけ叶えてやろう。タッカラプト、ポッポルンガ、プピリットパロ。遠い星、地球が破壊され消されてしまいました。元に戻してください。オッケー、お安い御用だ。一つ目の願いは叶えた。やった。さあ次だ。二つ目の願いを言うがいい。どう言ったらいいかな。ピッポターラ、サリモンポッポ、トッテラッポ。魔導士バビディが地球にやってきた日から死んでしまった人たちを生き返らせてください。うんと悪いやつを除いて。わかった。だが少し待ってくれ。数が多いので大変だ。はい。まだか、デンデ。まだ願いは叶わんのか。うるさいの、そうギャーギャーわめくな。ポルンガも苦労しとるんじゃ。お、待たせたな。二つ目の願いは叶えられた。みんな生き返りましたよ、ベジータさん。お、ベジータの頭の上も取れた。生き返ったんだ。よかったな。おめえ極悪人じゃねえって思われてっぞ。あら？俺ってブーに殺されなかったっけ？あれ？何がどうなっちゃったんだろう。なんだ、分かったぞ。ご飯やゴテンクスを生き返らせて戦ってもらおうってんだ。違う。始めるぞ。用意をしろ。元気玉の用意だ。元気玉？元気玉だって？
そりゃ無理だよ。ブーが相手じゃ、いくらちょっとずつ元気を地球人みんなから集めたって。言っただろ、たまには地球のやつらにも責任を取らせろと。少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。おい、海王神聞いてるか。地球の連中全員に話がしたい。何とかしてくれ。そいつはわしに任せろ。得意技じゃ。誰だ。この声は海王様だろ。当たりじゃ。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙中にだって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間ども。俺はあるところからお前たちに話しかけている。お前たちは魔人ブーに殺されたが、ある不思議な力で生き返らせてもらった。町や家、すべて元通りのはずだ。だが、こいつは決して夢なんかじゃないぞ。今、あるところでお前たちに代わって魔人ブーと戦っている戦士がいる。だが、正直言って情勢はかなり悪いと言える。そこでお前たちの力を借りたい。手を空に向けてあげろ。お前たちの力を集めてブーを倒すんだ。かなり疲れるが、思いっきり走った後と同じようなもんだ。さあやれ、手を挙げろ。よし、カカロット、始めろ。あ、オラに元気を可能な限り分けてくれ。頼む。そうか、元気玉だ。分かったよパパ。ベジータめらしくない真似をしやがるぜ。ソラ、持ってけ持ってけ。え、あ、うお、来た来た、いきなりでっけえぞ。こいつはご飯たちの木だ。だがまだ完全じゃない。なぜだ。みんな気をつけろ、本当に力を吸い取られるらしいぞ。苦しそうだぞ、騙されるなよ。誰がこんな怪しい声の言うことなんか聞くかよ。こいつバビディとかいうやつじゃないのか。ちくしょうめ、どいつもこいつも俺の言うことなんか信用しやがらない。おい、なんでこんな声が聞こえるんだ。ブー、くそ、まずいぞ、デブの方はもう死にかけだ。ちくしょう、何しやがる。やめろ、この！え？くそったれめ、気づかれた。カカロット、俺がなんとか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様が地球のバカどもを説得しろ。急げ！お前ら生きていただけで気はまだ十分じゃねえじゃねえか。そう長くは持ちこたえられんぞ。あ、やめるな。
今の声は、うん、今やっと声の主たちの正体が分かった。あの孫悟空たちだ。彼たちが戦ってくれておる。魔人ブーと、さあウパ、手を天にかざせ。なるほど、そういうことか。ふん、久しぶりに聞いたな、あいつの声も。孫悟空だ、スノ。そうよ、絶対そうだわ。ダメだ、ちょっと増えただけだ。なんでだ、なんでみんな分かってくれないんだよ。早くしてくれ、みんな。もう宇宙もどうなってもいいのか、バカ野郎。なんだと、バカ野郎だと。人に頼むのにでかい態度だぜ。あんなの無視無視。もしかしたら魔人ブーのことも全部本当はなかったんじゃないか。そうか、集団で催眠術にかけられてたのかも。貴様ら、いい加減にしろ。さっさと協力しないか。このミスターサタン様の頼みも危険というのか。え、サタン、どういうことなの。サタンだ、ミスターサタンだ。もしかしてブーと戦ってるって、ミスターサタンだったんですか。そうだ、俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも早く力を貸さんか。まあしょうがないじゃないか。こうでも言わんと奴ら信用せんからな。まずあのブーを倒すことが先決だからな。サタン
ぞ。いけいけ。まだか。まだなのか。こらえろ、ベジータ。もうダメだ。生まれ変わるよ。1対1で勝負して。
黙ってかんな。俺はもうもっともっと腕上げて。またな。お母さん！カカロット！父さん！ショーン！やれやれ、手間取りやがって。チッ、嬉しそうな顔しやがって。ほんとムカつく野郎だ。諸君、格闘技世界チャンピオンのミスターサタンだ。諸君の協力もあって恐ろしい魔人ブーはたった今死んだ。もう安心だ。恐怖から解放されたのだ。ベジータの怪我を先に治してやってくれ。あいつ相当くたびれてる。あ、はい。おい、どこ行くんだ、ワンコ。ん？まだ生きている。頼む、直してやってくれ。な、直せるんだろう、不思議なパワーで。ふざけるな、冗談じゃない。どけ、この俺がとどめを刺してやる。やめろ、やめてくれ。こいつはそんなに悪いやつじゃないんだ。頼むよ、お願いします。私が責任持って我が家で保護するから。保護だと？笑わせるな。貴様の力で一体何ができると言うんだ。ブーを直してやってくれ。でんで、なんだと、貴様正気か。まあいいじゃねえか、ベジータ。この二人がいなきゃ俺らたちみんなやられたぜ、だろ。勝手にしろ。どうなっても知らんぞ。ありがとう。本当にありがとう。さあ、ブーを元気にしたら一緒に地球に帰ろう。思いっきし食ってたっぷり寝てや。
こうしてついに悟空たちは地球へと帰ってきた。そして懐かしき仲間や家族との再会を喜び合った。もっとも歓迎されない者も一人いたが、随分留守にしちまって悪かったな。みんな、俺は海王神のじいちゃんに命もらって聞けたんだ。それじゃあまた一緒に暮らせるだか。今度はご飯とコテンと家族4人で。ああ、早くパオズ山行けって、父の手料理が食いてえぞ。7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝ドラゴンボール、それをめぐる孫悟空とたくさんの仲間たちの摩訶不思議な冒険はまだ続いていく。これからもいろんなトラブルが待ち受けているに違いない。でもきっとまた乗り越えていくことだろう。大丈夫、地球にはすごい奴らがいるのだから。
Thank you.